5月12日午前9時34分、クライン大法廷控室。法廷がね、始まりましたね。だいぶ疲れの色が見られるな。無理もないか。まあそれはね、まあしゃあないでしょう。まあでも今日でね、決めましょうよ、なるほどさ。解放してあげましょうよ、まよいちゃんを。なるほどくん。昨日ずっと考えてたんだ。いろんなことがね、わかりましたから。私まだちゃんと弁護の依頼してなかったよね。おい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 。あれか？その依頼をなんか、ちゃんと。だけど僕はこの件降りる気はないよ。ちゃんと依頼してないから、なるほど君は関係ないから、みたいなことを言うんじゃないでしょうね。うん、だから改めて、私の弁護をお願いします。まよいちゃん、うん。覚悟を決めたんだね。頑張ろう。絶対日本に帰って、殿様 VS、鳥様を実現させよう。そうだね、そのエキセントリックな戦いを実現させて、そして、あれだね、ヤタブキ屋の味噌ラーメンに銀ギルをぶっ込もう。そこまでね。そこまで企画しよう。うん。昨日は眠れなかったようだな。顔に疲れが見えるぞ。そこまで心配していただけますか。そんなことで、まともに戦えるのか。調子は万全です。全力で戦わせてもらいますよ。まあね、今回の、まあ、キーとなる部分としては、やっぱり隠し扉というか隠し部屋があったこと。隠し部屋があったことっていうのはかなりこれは、ね、重要ポイントというか、それが結構、今回我々の出せる。あと、まあその、あなたのやる、御霊の託戦にかかってるので、お願いしますよ、レイファさん。疲れが顔に出てるのは僕も同じだったか。まあ、なんだかんだね、状況的に俺も、偶然ですけど、徹夜してる感じなんで偶然ですけど寝てないので、まあ、状況は同じと。なんとなく寝れない日ってあるじゃないですか。そうそうそう。別にこの逆転裁判6をやるために寝れなかったってわけじゃなくて、なんかなんとなく寝れなくて、夜中アニメを見続けたっていう。あれ、レイワ様もなんだか元気がないよ。うん、せいぜい今のうちに強がっておくのだな。わらわが印籠を渡してやる。覚悟いたせ。気のせいかな。まあ、レイファさんもいろいろ戸惑いがあるんでしょうかね。まあ、まだわかりませんが、それは。勘違いかもしれないですけどね。なるほどくん。行こう、迷いちゃん。もう絶対に勝つ。そうだね。勝つ以外の、勝つというか、諦めはしないと。逃げもしない。行きましょう。俺たち二人は死なない。裁判、二日目、改定。逆転裁判6って初めてだね、二日目に突入するのは。それでは、これより、二日目に突入するの初めてだよね、初めてだよな。それでは、これより改定します。弁護側は準備完了しています。検察側は万事滞りなく。おや？なやた検事、黙祷はよろしいのですか？ええ。新たな被害者への祈りは事件現場で済ませてまいりました。ああ、なんか早くもショートカットし始めましたね、なんかね。手順のカット。これはすでに一度有罪判決の下った裁判にございます。早々に決着をつけ、すでに死にたいの、弁護士にとどめを刺すべきかと。まさにその通りですな。
大使殿の殺害については昨日の審理で、有罪判決が出ました。出ました、確かに出てしまいました。ですが今回見事ね、真犯人を明かしてみせましょう。それで前回の判決も覆るんじゃないでしょうか。本日は小ガム氏の殺害について審理をしたいと思います。それでは、ナヨト検事、事件の説明をお願いできますから。承知いたしました。クライン教に仕える敬虔なる僧侶を二人も殺めた罪。くすぐり地獄どころの話ではございません。もっとえげつない地獄に飛ばされると。ごくり。では、どんな地獄が待っているのでしょうか。それは終わることのない苦痛。え？バルギルブ、ん？バルギルブッコン地獄。ブルモッテンのガルーヌでジャガルされ続けるのでございます。ああ、なるほどね。ブルモッテンのガルーヌでジャガルされ続け、それは、やばいね。さらにグルジューマの、それ以上言わないでください。それ以上、クライン語の乱立をやめてください。何言ってるか分からなすぎて、パニックです。そんな恐ろしい地獄があるとは、寒気が止まりませんぞ。どんな地獄なんだよ。誰かちょっとあれ翻訳してほしいな、あれ。さあ、それでは、ナヨト検事、冒頭弁論をお願いしますぞ。は。殺害されたのは、オガム・マイニーチェ。祭司の宅で住み込みで修行する内弟子でございます。私も何度かお会いしたことがありますが、真面目な青年でした。誠に嘆かわしい事件です。事件は儀式の最中に祈りの広場。大胆にも大勢の信徒が祈りを捧げる中起こりました。まあだから多分ここで殺されたわけじゃないんだと俺は思いますけどね。凶器は戦鳥の短剣。被害者の背中に刺さっていました。脊髄が損傷しており、即死だったようです。織姫様の哀悼ですな。すでに判明していることですが、凶器から被告人の指紋が出ています。あ、これね、まあ俺の勘だと今のところの前調査した感じも踏まえて、想像できるところだと、まあ多分戦鳥の探検は実際そこまで大事じゃないというか、と思うんですよね、おそらく。俺は多分、最初に殺されたのは、オガムさんだと思ってるんで、そのオガムさんに、探検が刺さってるっていうのは、ただの偽装工作の一環で、だからそこまで重要じゃないんじゃないか、あの探検は。これは揺るがぬ決定的な証拠でございます。だからそこにマユちゃんの指紋がついていようが、そこまで大きいことではないんじゃないかなと思っておりますが、結論よくわかってません。違います。私はやってません。もだまりなさい。まあまあまあ、やいのやいの言ってますけども、結局、三玉の作戦でどうなるかっていうところかな。俺の想像だと、多分、オガムさんは、あの祈りの広場で殺されたわけではないと思ってるので、で、多分、祭司さんよりも先に殺されたんじゃないかなっていうふうに思ってるので、あの隠し部屋でね。だから、今回の件は、鳥姫様こと、綾里真世による連続殺人であり、鳥姫様になってたな、綾里真世さんが。極刑をもて望むほかないと、検察は主張する所存でございます。弁護側いかがですか？完全否定なんですけど。
被告人は無実です。この主張は揺らぎません。そもそも現場には大勢の信徒がいました。誰かに見つかる危険を犯してまで犯行に及ぶでしょうか。指紋のついた凶器という決定的な証拠が出ております。議論の余地はありません。まあ、そこをね、追及されたら、まあ、こちらも黙ってしまうので、まあ、ちょっと進めていきましょう、議論を。しかし、早く託戦を出しなさい、託戦を。まあ、レイパ様のご託戦を見れば、すべてがわかるでしょう。そうですね。同感です、裁判長。裁判長、少々よろしいでしょうか。ん?那由他検事、どうかしましたかな?三鷹の託戦でございますが、あ?なんだ?何か問題でも、レイファ様。那由他検事、余計なことを言うでない。行為、拙走としたことが出過ぎた真似をいたしました。どうしたんでしょうね。なんか、そんなやべえ託戦が出たのかな。とんがり頭よ。覚悟はできておろうな。今度こそ我が託戦で措置を屈服させてみせようぞ。なんか、あれかな、さすがにレイファさんが、まあ、二度にわたるね、託戦の、まあ、誤りがあったことで、精神的に参っていると。さすがに今回、託戦を出させてまた、このね、レイファさんの、メンタルを刺激するのは、ちょっとどうなのかっていう心配をしたのかな。受けて立ちますよ。あなたも覚悟してくださいね。僕たちの手元には武器が何もない。例のごとく。今は託戦から得られる情報にかけるしかないな。それではレイファ様。三鷹の託戦をお願いいたします。うむ。承知した。始祖様の名のもとに御霊の託戦の儀式を執り行う。皆の者、目を開き耳を傾けよ。今奉納の舞をもって被害者の御霊を呼び戻さん。とくと見よ。水鏡に映し出されし最後の記憶を。長いんですよ、やっぱり。ちょっとね、ちょっと短縮してもらえないかなと。結局飛ばすっていう。あれ?見えない。珍しく見えないですよ。あれ?どうしたの?何も映らないじゃないか。レイファ様、これは一体、反応がないのじゃ。え?どういうことですか?何度も御霊の名を呼んでも全く反応しないのじゃ。やはり、こうなってしまいましたか。あ、なるほど。なんかさ、前、その、御霊の託戦っていうのは、相手の名前と顔が一致してないと、呼ぶことはできないよっていうことを言ってたじゃないですか。偽名ってこと?那由他検事。託戦の内容は、拙走も確認しておりました。検事は裁判の前日に、託戦を確認する、習わしでございますゆえ。あ、じゃあもう何、何こう、更新ができてない状態で、ああ、だからそういう不安な感じだったね、レイファさんも。そういえば。多分ね、多分名前が、わらわは今からオガムの御霊の託戦を行ってくる。顔と名前が一致しないと呼べないっていうことをね、言ってましたから、レイファさん自身が。検察側は裁判の前に託戦を確認する習わしじゃからの、なんだろう、本当の名前は。じゃあ。だから先ほど、お止めしようとしたのです。
しかしレイパ様がどうしても法廷でもう一度試したいとおっしゃっていましたので、連日のお勤めでお疲れになっておられるようですね。いや、わらわは疲れてなどおらぬ。なぜわらわの声が御霊に届かるのだ。いや、多分名前が違うんじゃ。わらわには託戦で真実を伝える責務があるというのに。レイファ様、まあ、レイファさんなりに必死だったんでしょうね。しかし託戦がないとなると、こっちも困るんですけども、今回は託戦なしで弔いを進めるほかないでしょう。これはだいぶ不利。検察側はそのつもりで準備をしております。託戦がなくても、え、マジでないのか。今回被告人の罪を証明してご覧に入れましょう。まあ、それが本来普通の裁判なんですけども、まあ、確かにね。でもなぁ、かっかっかっか、さすがナヨタケンチですな。まずいこのままだと託戦なしで裁判することになるぞ。それだと確実に負ける。証拠が不十分。裁判長、レイファさんは疲れてないと言っています。託戦ができない理由を調べる必要があるのではないでしょうか。レイファさんも信じます、我々は。はて、弁護人、ちょっと待ってください。どうしてあなたが託戦にこだわるのですか。そうじゃ。御霊の託戦は被告人の罪をつまびらかにするもの。いいえ、そういうことじゃないと思います。御霊の真実を明かしてくれる。ね、そういうものだと思うんでね。罪を明らかにする。まあ、ある意味明らかにはなると思うけど。措置を地獄に叩き落とす、始祖様の怒りの鉄槌。そういうことではないと、俺は思います。それなのになぜ措置は、託戦を恐れぬ。それは被告人を信じているからですよ。それに、昨日ある人に教えてもらったんです。考え方を変えれば、託戦だって一つの証拠です。僕たちがちゃんと解釈すれば、きっと、この裁判を真実に導いてくれるでしょう。被告人の無実という真実にね。本当は他に頼るものがないだけなんじゃ。ないの？ちょっと前じゃ。それは、そういうことじゃないんだよ。身も蓋もないことを言わないでくれるかな。ぐぬぬぬ、なんなのだ、貴様は。わからぬ。御霊の声を恐れぬ。不信人者め。ご託戦は姫の体に負担を与えるものでございます。あ、そうなの？あまり無理はさせないでいただきたい。負担があるんですか？それともご託戦がないと反論もできないのでございますか？おいおい、そういう言い方をしたら、こっちが言いにくくなっちゃうだろう。そんなことはあるけど、認められないよな。なんとか託戦に持ち込めないかな。ふう、託戦ができない以上仕方がありません。あ、マジか。ナヨタケンジの言う通り、今回は、まあ、仕方ないか、それはね。まあ、ちょっと体にも触るようなら、まあ、仕方ないですね。託戦はなしで審理を進めましょう。ありがとうございます。くう、弁護士、覚えておれ。なんで、あなたをフォローしたつもりだったのに、なんで怒られてんだ。我らはこれでは終わらんぞ。それでは、まず事件の担当刑事に、事件の概要説明をお願いしましょう。あからさんですね。わかりました。では担当刑事、証人席をお願いします。もうあからさんなんかもうさ、あれだね、連日、親しい人を、こうやって、なるほどさん、ごめんなさい。いやいや、もう、あかねさんこそね、最近そういうのばっかりで苦労してることでしょう。みぬきちゃんだったり、まよいちゃんだったり、大月刑事。知り合いである被告人を救いたいという気持ちもわかります。しかし、諦めなさい。でも、地獄で魂の汚れをすすぐ機会を与えることこそ、被告人にとっての本当の救いでございますよ。そんなことはないです。何もやってませんからね、まよいちゃんは。私。もうどうしたらいいの？
またストレス溜まっちゃったな。これは神聖な法廷でおやつを食べてはいけませんぞ。あかねちゃん。迷いさん。私は大丈夫だよ。自分の役目を全うして。あとは、なるほどくんが何とかしてくれるからね。そういうことですよ。真実、事実だけ話してください。ありがとうございます。科学的根拠に基づいたね。法魂の汚れた犯罪者にしては、潔が良いですね。それでは、宝月刑事、お願いいたします。いかにして、この判決が無事出た後、いかにして成田検事で謝ってもらおうかな。わかりました。気を取り直して、事件概要を説明させてもらいます。あの、祈りの広場でやった、あの、祈りのポーズを、また半日やってもらって。被害者は、オガムマヘニーチェ。2年ほど前から、サイスさんの家に、そっか。まあ、今気づいたけど、2年ほど前。なんか2年前っていうのがいろいろキーワードになってますね。迷いちゃんが来たのも2年前だし、なんだっけ、革命はがりの鳥姫様が出たのも2年前ぐらいなんでしょ。俺はちょっと関係あるでしょ。被害者の身元は佐原さんに確認していただきました。サイスさんとの関係から、革命派と誤解されて殺されたと思われます。なるほど、よくわかりました。身元がわかんないから、だからオガムっていう名前も怪しいってことじゃないのかな。弁護人いかがですかな。証言には矛盾は見当たらない。こちらは武器になる証拠品が何もない状態。揺さぶりまくる感じですね。それならば、どうすればいい？どうしたの、マヤちゃん。警察の人、オガムさんのことをちゃんと調べたのかな。まあ、調べようにも調べようがないって感じかもしれないね。もしかしたらそれが見た目の託戦ができない理由かも。それでどういうこと？なんとなく。いやでもそうだよね。名前がはっきりしてないとダメだっていう話でしたから。そういえば調査をしているとき、レイファ様が見た目の託戦について教えてくれたな。もし託戦ができない理由を見つけることができれば、もう一度、託戦に持ち込むことができるかもしれないぞ。そうだね。なんとか託戦に持ち込むことが我々の戦い方ですね、今回の。よし、証言を揺さぶりながら情報を集めてみるか。被害者は、オガム前に、本当でしょうか？本当にその名前なんでしょうか？オガムさんはどんな人だったんですか？近所の人やその他関係者に確認したところ、とにかく信仰心の厚い青年だったみたいですね。拙僧も熱心な修行者として名前を聞いておりました。みたいですよね。まあ、そんな悪い人じゃない。祭司殿の一番弟子だったと言っていいでしょう。そんなオガムさんは、2年前に、サイさんの家にやってきて住み込みで修行をしていた。2年前。という時期は間違いはないでしょうか。近所の人たちや他の僧侶の方々が証言してくれましたので、間違いはないと思います。本当かな、まゆちゃん。うん。私がこの国に来た頃に、やっぱそうか。いろいろあったんだな、2年前には。オガムさんが祭司様とお祈りしているのを見たことあるよ。なるほど。警察の捜査内容に間違いはなさそうだな。被害者の身元はこれ確認できたんでしょうかね、本当に。被害者の身元の、調査はサーラさんの確認だけですか？だってなんかさ、なんだっけ。マルメルアータムさんが、サイス様が、オガムさんを見つけて、家で、一緒に住むことになったんですよね。
もちろん戸籍、あ、住民票を調べましたよ。けど、あれ？けど、どの資料にも被害者の個人情報が登録されていなかったんです。はあ、それこそが見た目の託戦ができない理由ではないでしょうか。名前が判明しない。どういうことですか？なるほどさ。考えられることは、あ、そう、オガムは偽名だった。被害者は何らかの理由で身分を偽っていた。つまり、名前も偽名だった。ニコは顔と名前を手がかりに死者の魂に呼びかけると聞きました。デスノートみたいに。そうか、それならば合点がいく。戸籍が登録されていないということは、被害者の正体は？おー。大方不法入、あ、なんかそれ、なんか問題になってたよね。なんか、名前が出てこねえや。なんか言ってたね。確か。この国には珍しい話ではありません。不法入国者。そういえば、レイファ様がそんなことを言っていたな。だとしたら、本当の用途は調べようがありませんよ。今回は、見た目の託戦はなしで進めるしかなさそうですね。あ、結局判明はしないということか。オガム氏は、敬虔な、クライン人だと思っていたのですが、きっと冥界で祭司殿も悲しまれていることでしょう。不法入国の人だったと。いかがですかな、弁護人。この事実を証言に加えてみましょうか、じゃあ。まあ、重要な事実だと考えます。証言に加えてください。そうですね。むしろ弁護人にとって不利な証言だと思うのですが。まあいいでしょう。証人。証言の追加をお願いします。はい。そうですね。被害者は不法移民で、本当の名前はわかりません。本当の名前を調べる方法はないんですか？その、不法移民だとすれば調べようがないんです。そもそも不法移民である確証はあるのですか？その、確証はありません。でもクライン国民であるという証拠はないんです。クライン国民である証拠はないか。参ったな。証拠に何かヒントが隠れてないかな。もし本当に不法移民だったらアウトかもしれないぞ。確認しようがないからね。どうしようかな。証拠に確認してみっか。不法移民ではないってことを示してる証拠品があれば、まあいいわけなんだけど、てかさ、そんなにオガムさんに関する証拠品がないんですよね。なんか桃のような入れ墨があるだの。ねえ、そんぐらいですか？桃のような入れ墨があります。まあ、それ以外は特に。ないなぁ。まあいいや、ちょっと全部、揺さぶっていくか。迷いちゃんは取り姫ではありません。進みません。でも、どこをどう見たら取り姫になるんですか、迷いちゃんが。その件については、さっきの法廷で結論は出たはず。あなたがなんか出し崩し的になんか、そういうことに仕立て上げたじゃねえか。論点をずらさないでいただけますでしょうか。しかしももやしもございません。別にもやしの話はしてませんが。取姫様である被告人は、祭司殿についてもある、オガム氏を革命派の人間だと勘違いして殺害したのです。
違います、ごめんなさい。もう判決が出ている以上それが前提になっちゃうんです。そうか、そうか、一応犯罪者っていう烙印が押されてる状況での託戦ができない理由は分かったけど、このままじゃ全く状況が変わらない。あの部分が怪しいんですかね、その不法移民かどうかっていう場所が。まいったね。でも不法移民じゃ本当の名前を知るのは難しいよね。このまま託戦を諦めるしかないのか。何か被害者の名前を知る方法があればいいんだけど、まあ、手がかりとしてはあの桃の入れ墨ぐらいしかないよね。だからその繋がるものとしてはね。でもあれがどういうものか全然わかんないんですけど、マジか。やっぱ証拠に突きつけなきゃダメか。サイさんの関係ないだろうし、迷いは殿様ウォッチと交換でもらったもの。あ、これはね、まあ多分今は関わらない気がするよな。後々だろうなこれな。やっぱこれから桃の入れ墨かな。やってみるか。まあまだゲージはありますから。確かに名前は分かりませんですが、彼には何か情報ね、あの身元につながりそうな、桃の入れ墨があります。まあ、これをなんか元に、なんかね、確かめられませんかね。あかねちゃんには悪いけど。これは警察の捜査不足を指摘しなくてはなりませんね。まったくあなたたち桃の入れ墨を見逃してたんじゃないでしょうか。どういうことですか。この人はなんか桃太郎の子孫か何か、なんかそういう被害者を歴としたクライン人ですよ。そのことはこの現場写真を見れば明らかです。どういうことですか。少々分かりにくくはなっていますが、写っているんですよ。被害者がクライン人であることを示す証拠がはっきりと。そんなものどこに映ってるって言うんですか。え、はあ。やっぱこれしかないよね、この桃の入れ墨。あれかな、なんかクライン人はその顔に模様を、この入れ墨を見てください、なんか入れる、これは桃の入れ墨ですかな。考えてみてほしいんです。この入れ墨の持つ意味を。被害者は桃が大好物だったじゃないんですか。我が国でも桃はよく食べられていますからな。拙者も大の好物でございます。あ、そうなんですか。あの豊かな果汁の甘みと柔らかな食感。まさに、始祖様の恵み、素晴らしい果実です。なるほどくん。私、なんだかお腹が空いてきたよ。桃が食べたいんだろう。そういうことだろう。そういうことではなく、裁判が終わったら買ってあげるから。マガタマンと一緒に。残念ですが、これは、桃の入れ墨ではありません。あ、桃じゃないのか。なんですって？それでは何だというのですか？よく見てください。あ、なるほど。祭司さんと一緒の、祭司さんの額に描かれた入れ墨と、え、そんな、これは、クライン教の僧侶の印に違いありません。なんかさ、みんな記録されてるんだっけ？一応そういう、